部室みたいな部室みたいなね、みんなに撮ってのわー、先輩たちの写真がね、で、この署名は8月の18日にジュネーブのね、うん、そこの持っていく大役はお二人が高校生平和大使の皆さんとなんかね、対談する機会があったらいいなっていう話を以前からしてあって実現しました。本当に嬉しく思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。平和の核兵器廃絶としての原爆についてを平和の授業という形で平和のため向けプロジェクトっていうのがあって、それから平和を考える上でのなんかステップ一つのきっかけとして小中学校で講演をするっていう活動を全国を通して行ってます。自分と年が近い、うん、学生のお姉さんが来て前で喋るっていうのはなかなかない機会だと思うし、こうフラットにリラックスしてそうやって平和って何か、戦争って何、どうしたらなくなるかなっていうことと お友達と考えるっていうので、高校生が講師をするっていうのはすごく、うん、あったことなんだなって思いながら、今日の聞き手が明日の語り手になるということがとても重要なことで、全国に高校生平和大使がいることによってそれぞれの地域で高校生が講師役で語ることができると。私たちが小中学校に平和教育をする中でやっぱり小中学生の視点って私たちともちょっと違っているので、私たちも教えてもらうことが多くて、お互いにこう学びがあることなので、ぜひ高校生が教えるっていうことはすごいいい機会だと思いますし、全国でも広めていただきたいと思います。核兵器禁止条約に対して何か他に、長崎広島で起こったことを改めて見つめ直し、核兵器は廃絶していかなければならないという思いを日本が示していく必要が本当にあると思っているので、日本は本当にまずはスタート、歩みを一歩進めてスタート地点に立っていくべきだなというふうに思っています。ただとかそのロシアぐらいの侵略だったりも、その一歩一つのボタンがあったら核兵器が今にも使われそうな状態がずっと続いているっていう中で、核禁条約の日本の参加に関しても日本が入んなきゃ核兵器の恐ろしさっていうものは伝わらないと思うし、オブザーバーでもいいから参加はしてほしいし、いかなる理由があっても使っちゃいけないし持っちゃいけないし、そういったことをやっぱりもっともっと世界の中で共通認識として広めていかないと、核兵器 を保有することで平和を保つ的な議論が肯定化されることがすごく危機感を感じるし、被爆者の言葉です、核と人類は共存できないっていう本当にシンプルだけどものすごく強いメッセージがあるんですけど、持続可能な平和を実現するためにも核廃絶っていうのは今を生きている人が選択するべき責任だっていう、長崎を最後の被爆地にするためにこれからも一緒に活動していきましょう。